辺のところであるんですけど、はい、白スニーカーの特にエアフォースとかだと、まあ、日焼けっていうのが結構多かったりするの で、はい、でこれで落としていければいいとは思うんですけど、色の変化っていうのはやっぱり難しいかなとは思うんですね。それはまたそれで別に溶剤とかがあったりするので、なんかハンズさんとかでも結構売ってたり、黄ばみ戻しみたいなやつですけど、だいたい汚れを落としていくっていう感じですね。今の汚れ落としですね、落としていく作業ですね。普通の革靴用の汚れ落としで問題ないかなと思います。どっちかというと雑合皮の方が難しいのかなと思いますね。皮とか特にまあアルコールついたとしてもダメージは少ないんですけど、合皮とかの場合やっぱコットン地にビニールが貼ってあるようなイメージなので、それがこう浮いちゃうので、合皮の方が扱いは断然難しいかなと思います。一回なっちゃうと戻せないので修理不可っていう感じですね。ちょっとざっくり汚れ落とししても、まあ、こういうところが落ちないっていう場合もアルコールっす。でどうしてもやっぱアルコールなんで多少上に顔料で染めてある皮になるので、やりすぎてちゃうとこう顔料が落ちちゃう可能性があるので、まあ、すぐに落ちるってわけではないので、ちょっと様子見つつやってもらった方がいいかなと思います。本来シューキーパー入れていただいて、こう靴伸ばして、シワ伸ばしてからやっていただいた方がいいかなと思いますね。まあ、だいたい外の汚れが落ちたので、傷だと染め直しをしなきゃいけないかなと思います。今までだとずっとこれを使いなさいっていう風に習ってきたんですけど、落ちねえぞってなった時に、なんかないかなと思った時にアルコールだったので、そんなに比較に悪いものではないかなと思いますし、あと最後クリーム入れてあげたりすると皮の場合は問題ないのかなと思います。場合によっては落ちちゃう可能性があるので、スニーカーって結構顔料バリって仕上げるものが多いので、革靴みたいに染料入ったりっていう感じでもないので、大体はいけるんじゃないかなと今までの経験だと思います。爪楊枝でもうきれいにしていく感じです。ほじくっていくって感じです。ああ何でもいいと思います。針でもなんか家にあるやつで、まあ、ステッチが中に入っているので糸をなんていうんですかね、届かないようにで綺麗だったかなと思います。これが乳化性の栄養のクリームになりますね。これは皮に、栄養を与えてあげるっていう役目になりますね。これ履きじわからどうしても皮とかでよくあるひび割れがあるので、それを防いでやれるやつですね。用途的には一緒なんですけど、スウェードにこれをつけちゃうと毛が完全に寝ちゃうので、栄養を与えてあげて、最後に、まあ、油分がちょっと残ってるので、ブラシで最後、もうブラッシングしてあげるとかで。まあ、なければ空拭きでいいかなと思います。ブラシは何でもいいんですか、口用であれば。そうですね、皮なんで油分が多すぎると腐ってきちゃうので、あとまんべんなく伸ばしてあげるっていう効果もあったりするんで。